ただいま、つぶちゃんがご飯を食べました。成田の新地トトラー、ありがとう。久保田さん、ありがとう。やっほー、お疲れ様。つぶちゃんご飯タイムでした。すごい、 ABCD さん100回見に来てくれてありがとう。貴重な離席だったのか。つぶちゃんのご飯を見守る会、絶対 見守りたい。エアンディジヘアンさん、ありがとう。すみれちゃん、ありがとう。リコのトリコ予約受付中だし、お渡し会も待ってるし、お渡し会来て。にした、もう宿題終わったから。でも私さ、まだやらないといけないことがある気がする。うん、そう、日焼けした、肌が茶色い気がする。あの日焼け止め塗ってんのに、私わかる。待てができなくて、うんうんって近寄るの可愛いよね。食べた？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私がやってる。ミさんありがとう。ハヤトさんありがとう。うん、大学生じゃない大人だけど、会社員としての宿題。あにゃーい、つぶちゃん。何、デザート待ち？何よ。ポカリ好き。美味しいよね。最近ポカリを飲んだら、公園ってちょっと楽になる気がする。公園ってもうすごい、結構食べた後はゲップが出ます、赤ちゃん。ハセピーさん、ハヤトさん、ありがとあー、ビタミン C いいね。でもなんかポカリ飲んだ時の喉越しがなんか引っかからない感じがすごい良かったんだよね。あとなんかハーハーしてるのにポカリ飲んだ瞬間、それがなんか落ち着いたんよ。そう、なんかポカリいいじゃんってなった。ハゼピーさん、ハヤトさん、ありがとう。公演の時ポカリ飲んだら良い気がする。でも梅食べると疲れないらしいよ、葵さん曰く。この前ロケで、ん、信州さん、ありがとう。200回見に来てくれて。ロケで、あのマネージャーさんが梅めっちゃ好きなんよ。で梅のお菓子とかなんかそういうのいっぱい持ってて、そしたら梅食べたら疲れにくいよって教えてもらったの。スノーアワーありがとう。
クエン酸効果で疲れにくいんかね、そんな気がする。うん、それらしい、わかんないけど。でもさ、本当にそうなんだね。ちょっと梅のこと考えたらよだれが出てきた。水よりポカリ系がいいの？ね、梅干し考えた人すごい。こんばんは。こんにちは。そう。でもびっくりしたのがさ、梅干しの食塩の量、塩分の量、なんか最近しっかり塩分とかチェックするようになったんだけど、塩分高くてびっくりした。梅酒、そう、夏バテしないの？すごい、自家製なのすごいね。でもそうなん、ポカリとかその糖分の多さも気になるんですよね。でもそれは大事な量だから別にいいけど。そう、しかも運動してるからね。塩分の取りすぎはむくみにつながる。そうなんよ、やけめっちゃしっかり気にしている。あ、 OS1 もいいらしいね。確かに飲んだことない。どんな味がするんだ。基本私水が好きなんよね。水派。絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も見られる。あ、寝るの？つぶちゃん。わかる。水派。でも今飲んでるのは麦茶。麦茶も好き。ね、麦茶美味しいよね。パイ飲み、コアラのマーチ食べ過ぎです。え？大丈夫？超でパイのパイの実、パイの実マジ美味しいよね。ゆうゆうゆうさん、ありがとう。え、わかる。体にさ浸透するのがさわかる気がする。そう、ポカリとかマジそこが好き。くっちゃねするの？大丈夫？さゆとか飲む？あんまり飲まないかな。あ、でも寒い日の朝は飲みよった。寒いからね。でも今はもう冷たい水が好き。けんちゃんハートありがとう。冷たい水が好き。え、でもさ、健康のために白湯を飲むっていうさ美容法、なんか美容にもいいじゃん、いいらしいじゃん。でもさあーって、夏の朝起きてさ、まあ暑いかし寒いか知らんけどさ、さゆ飲める人おる？私しかもさゆ待ちきれん。パピコさん200回も見てくれてありがとう。そう、まあでも確かに食べ物でさ、食べ物とかでも水って摂取できるもん。お米とか、水分、野菜とか、かーかっちゅう、まあさ、だるまりおらんよ。ひろ太郎さんありがとう。さゆ飲めるの憧れる。え、でも私コンビニで売ってるさゆあるじゃないですか、あれ好き。あれ美味しいよ。あれはよく早朝早起きした日の新幹線移動とかで飲んでたかも。
早起き新幹線移動の日に結構飲んでました。ラーメンの酢間違いない。てか唇に色がなさすぎて心配になる自分のこと。知ってる東横インの梅昆布茶、昆布茶あれ美味しいらしいね。知らんないけどめっちゃ。でも持って帰ったけどもう飲まなかった。さゆはデトックス効果がある。なんで動くけ。温かい湯が入ってきてなんか臓器たちが動く。あやりゅうパパさん200回見てくれてありがとう。結構見てくれとる。便秘の時は冷たい水、軟便の時は温かい水が基本。え、そうなん？お湯が基本。そうなん？知らなかった。軟便と。インフム。77、インフみたいみたい。まさしさん200回見に来てくれ。カラオケボックスのポタージュスープ、へえ、売ってるの。あでも私ココア好きでしたとメロンソーダ。あんま飲まんけど飲むときはまあ飲むか。優しいメモ。メロンソーダ好き。わかる、美味しいよね。今なんかふとメロンフロートが飲みたいってなった。え、わかる？親子やね。メロンフロートを今思い出して飲みたいとなってしまった。なんなら作りたい。メロンソーダにコーヒー氷入れてさ、でアイス乗せたらメロンフロートになるよね。ドブローさんハートありがとう。ね。仕事で作ってたの？ねえ、見た目で涼しくなる対象ロマン、それいいね。姿勢よく。今日の T シャツ。クリームソーダいい。なんで作るの？てか今は暑いからやっぱり暑いから涼しい飲み物が一番美味しいの。みきやくんバラありがとう。アイスレモンさんバラありがとう。思った速攻元気はガチうまよ。STU46 になっちゃった。これはNogizaka46 サマーツアー2018福岡の T シャツ。2018やばくない？6年前。チュリガーさんありがとう。お疲れ様。加入前ですね。背中も書いてる？書いてなかった。あ、ジンジャーエール、辛いジンジャーエール。生まれ長家。うん、馬一筋さん可愛い、ありがとう。みきやくんがわわありがとう。ピコちゃんが赤ちゃんだった子。おや、生まれ長家。
私サイゼリア行ってみたい。馬一筋さん、かわいいわ。ミキ横浜パロプンテさん、ハートありがとう。ねえ、サイゼリア行ってみたいんだよね。清水のさらちゃんと焼肉とお寿司行きたいねって話をしてて、もうサイゼリアも行きたいってちょっと誘いたい。ユナイテッドさん、500回見に来てくれてありがとう。そう、サイゼリア未経験。サイゼリアはまだ食べたことない。ねえねえ、みんなにさ質問なんだけどさ、私さ縁日レーンでさ、プラカード、ん、プラカード上の免許証を作ろうとしてるんやけど、そこにみんなが書き込める欄を作ってて、それって油性ペンで書き込むのと、それかもうその免許証を紙にして、でペンとかで書きやすくするのと、どっちがいい？油性ペンの方がいいよね。ミキヤくん、ハワワありがとう。日向高さん、お疲れありがとう。どうする？縁日レーンでのお土産として、そうだよね、プラノがしっかりしててさ特別感もあるし、そうだよね、髪は破れる、そうだよね。なおたんさん、400回見に来てくれてありがとう。そうだよね、破れたら困るし、そうしましょう。じゃあそうします。トラッキーさん、ありがとう。じゃあみんなにはそれでいきます。楽しみ。早くゲットしてもらいたい。紙ペラーンはやっぱ紙の方が書きやすいかなみたいな。現状油性ペンで書けるん、なんか書き込むならプラカードじゃ書き込みづらいから紙にしましょうかっていう案だったんだけど、でもプラカードでも油性ペンで書けるし、みんながまあいけるでしょうってなったならいいよね。マッピーさん、ありがとう。かわいい。てかアバターって超かわいいんだけど。ハルピョンさんだよね絶対これ。超かわいい。ミキヤくん、マッピーさん、ジェリーさん、ハルピョンさん、またお会いしたい。熱くて溶けそうっす、大丈夫っすか、ね、そう、書きにくかったら困るけ。けんちゃん、ハートありがとう。みんな夏バテしてんの？大丈夫？私は夏バテするほど動いてないのかも。あー、ラミネート加工、みんなが自力でラミネートするんだったらいいかもしれないけど、溶けてます。大丈夫か、溶けちょるじゃあね。大丈夫、私溶けるほど動いてないな。うん、夏バテするほど動いてない、外出てない。でも今日ちゃんと外出ました。雨降ってたちょっとだけ。明日晴れるかな。え、もう夏バテ気味？暑すぎる。大丈夫？
お外暑くて油断するとすぐ溶ける。大丈夫？体がアイスなんだ。私は溶けるよりかは割とシューマイになりそう。蒸しパンって感じ。シューマイだな。めちゃめちゃシューマイ。マジ煮える。急に。でもさ、夏バテして食欲とか失せてみたい。全然ならない。全然夏バテして食欲ずーっとある。肉まんになる。君は午後一か。ウケる。午後一シュウマイ好き。ウケる。食べようとすな。食べようとすな。だるくなる。だるくなるよね。お渡し会来て。もう最高。参加してくれるの。ツイートしようや。ツイート SNS 活動しようや。SNS もう本当に煮える。火が通るかと思った。火が通る。弱火でじっくり。キヤ君ありがとう。そうじっくり。野外部参加に向けて散歩して暑さになれる。いいことじゃん。いいこと。マジそれは継続。私も野外イベになれるように、私もちょっと散歩しようかな。でもちょっとお外で歩いて運動不足解消はしたいのよね。ただでさえ、ただでも、ただでのなんかやる気になってる。工藤理子ファースト写真集。食欲しかない。ミキヤ君アババありがとう。島旅クルーズ当たっただと。なんかさ、島旅クルーズ当たった人ってツイートしてもいい？オイルサーディンさんハートありがとう。カマキリいますか？そんな音がするって。カマキリ？カマキリリュウジ。俺はカマキリ。つぶらちゃん、オイルサーディンさんありがとう。チャーさん、ビーショッパンさん、トラッキーさんありがとう。シャインマスカット1房5000円。
カマキリリュウジです。あ、ただいま。カマキリリュウジ、カマキリリュウジをと遊んでた。ちょっとのろすけさん、トトラ、貝柱さん、アババナイトのしんちゃん、あ、じゃあつぶらちゃん大丈夫ですか。カマキリリュウジ大丈夫。うちのカマキリトラら、間違えた、トトラ間違えた名前。トトラありがとう。トラッキーさん、やばいね、ちょっとアワーありがとう。ビーショップアウト千万人チャーさん、ワイルサーディーさんありがとう。でもママがアスパラガスカマキリしてたよ。キーさんありがとう。そう、バタバタしようと。つぶらちゃんこっち来て。 YouTuber ピーヨコちゃんまんさん、のろすけさん、トトラありがとう。つぶらちゃん、え、いいじゃん。つぶちゃんの、あら、またお花が咲きました。一番花、一番星みたいな感じ。使いやすいですか。首が長いわねこの子。あら、確かに出演料、出演料出るよ、おやつ。コウトキさんありがとう。アッスーさんありがとう。バタバタ足音。ドラキングサム、お誕生日、誕生日、え、かわいい、何してんの、かわいい、浮き輪みたい、なんかプール、かわいい、似合ってる。あら、使い勝手どうかしら、かわいいじゃん。おやおやおや、なんか面白いね。ミキヤクアムトンさんありがとう。お花かわいい。お花ちゃんおいで。あ、反抗期ですか。反抗期、お腹さん、お腹ちゃんなんだね。お腹ちゃんさすってくる。お腹ちゃん。かわいい。枕になってる。便利じゃん。これ一番ハマるんじゃない？もしかしてこの状態に。マジでネックピローやん。新幹線乗りやすそうやね、それ。私も大きい人間を作ってもらおうかな。埋もれていってるよ。パプちゃん、今日は食べるのがいっぱい。
ハマってほしいな。失礼しました。あら脱げてない。かわいい。よしよししてきた。お渡し会でお話ができる時間は十分ありますよ。時間はあると思う。話す内容ってことですか。え、大丈夫でしょ。大丈夫だよ。高部パパさん200回見に来てくれてありがとう。こう渡してなんか写真集のこととかいっぱい聞かせてほしい。カー君、キアさん、オエルサーディンさん、トトロー、間違えた、トトラ、もうめお腹。あら優雅な犬じゃん、優雅な犬、優雅な犬です。ただいま。つぶちゃんに新しい、めっちゃ優雅な犬が出来上がった。ニョッキンミルンさんありがとう。トトラかわいい、ありがとう。トラッキーさんはもうありがとう。ん、そう、めっちゃセレブな犬、かわいい、かわいいです。落ち着いてんじゃない。落ち着いてるじゃないの。つぶちゃんと話してました。うん、最近チーズの美味しさに気づいてチーズが好きになってるの。マサさんかわいい、ありがとう。チーズが好きなの。え、会議の時間、あ、頑張れ。今は17時半。かわいい。ねえ、めっちゃ落ち着いちゃったじゃないの。超さ優雅よ。優雅な犬、行儀のいいセレブ犬が誕生してしまいました。動かんかったらどうするもん。超落ち着いてる。その新しいねクッション枕。カズサさん400回ご覧いただきありがとうございます。キューキューさん300回ありがとうございます。カツリンさんありがとう。すごいじゃん。てかさ、ナイトクルーズ当たりましたか。ナイトクルーズじゃない、島旅クルーズ当たりましたかって。カツリンさん、ポンコツさんありがとう。ツイートしたい。ポンコツさん、フさん、ムービンさんありがとう。うーん、当落当たったって。船の絵文字、波、STU48、
ホスト。てかね、坂口リコピさんご結婚すごい。トバチンさんありがとう。お花ちゃんクッキーありがとう。もう朝このニュースを見た瞬間、ニュースもう感動した。この名前本当に素敵。リカのリに子供の子。ミキヤくんありがとう。おめでたい、おめでとうございます。送っちゃおう。素敵すぎる。しかもそれに HKT 公式さんがなんかおめでとうってね、引用リツイートみたいなのしてたんだよ。それも素晴らしすぎた。今日は18時半から山下美月さんのインスタライブがあるよ。みんなもう1時間切ってるわ。みんなオッケー？準備はいい？リコチの配信しか受ける。強い。さすが。生粋ですね。あ、やっと動きました。ハマった、ハマっちゃったんじゃないの？おいで。かわいい。当たったって。よき見る。ソースは自身のツイッター様だと思う。ご自身の発表です。トバチンさん、ミツさん、クッキーもありがとう。ニョッキミルンさん、コータバラリア、リコチが一番だと。ありがとう。タケさんありがとう。これから私は夜ご飯なんですけど、お腹空かせてる。え、ママお腹空いちゃう？だよね、だよね。そうなんよ。ムービングさん、タケさんありがとう。全然お腹空いてないの。おやつ食べて。おやつ食べたし、私朝ごはんっていうか、1時とかに朝ごはんだったからお腹空いてない。でもちょっと空かせるために動いてみる。ネギショ牛タンさんありがとうございます。トラジディーナイそんなに見つめないでって思った？今みんな、じゃあお腹がすくこと いろいろしようよみんな。でも割と今片鱗を見せてきたよ、お腹のすきの。でもさ、お腹がほんとしっかり空いてた方がさ、ご飯ってさマジ美味しいじゃん。だから
ハリーさんありがとう。レインボー、ミキヤくんありがとう。え、マジで食べれなかったの？それは辛い。今動きを足してみました、自分に。なんかさ、速攻元気の写真を載せたいんよね。速攻元気応援隊として私は果たして仕事をしてないと思われちゃいそうだからね。だからしっかりと速攻元気応援隊なことを写真、ちょっと速攻元気とまた写真撮らなきゃ。あ、皆さん、パリオリンピックの開会式は夜1時らしいです。2時半らしいです。うん、そうだよってきた。起きてる？みんな起きてる？しんいちさんありがとう。時差ね。みきあくんありがとう。あわわ。空腹マジ美味しい。空腹で食べるご飯が。ひまたき配信になっちゃうじゃん。できるかな？てかさ、次かなんかアバター作れるってなったらさ、かき氷アバターも作りたい。しんいちさんありがとう。かき氷を着た寒そうな女の子。2時半問題なし？寝ちょる？応援隊の仕事よくわからないもん。ついついした方がいいよね。ツイート。見れる？リコチ見るなら見る。2時半ママ起きちゃう。寝てる。え、待って、もう超ぴったりじゃん。寝てる。赤さんありがとう。寝てます。かわいい。便利ね。便利なもの手に入れたわね、あなた。センプールさんありがとう。え、リカさんアバターかわいい。じゃあ速攻元気、じゃあ速攻元気のところ。速攻元気。これは飲みかけなんですけど。あ、 YouTube で録画あるの？これなんかツイートしようかな。みんなやってる？速攻元気応援隊。小型ペンギンさんいいね、ありがとう。いやマジ嬉しいよね。ミキヤくん青葉ありがとう。センプールさん赤さんありがとう。ガチ、味が美味しい。私普通に。みんなこれ飲んでる？なんか自撮りしてさ、毎日飲んでる？プロやん。速攻元気部やん。ケンちゃんありがとう。なんか写真撮りたい。こんな感じ。
広島に友達いんの？いいね。え？それあったの？そうなの？なんで？どこのそれ？お取り寄せ？何ニック？忘れとったんかい。ママなんかお肉を急に出し始めて。ママお肉を買ったことをすっかり忘れていたらしい。しかも食べたいね。明日？明日なんかお鍋にしようよ。すき焼きがいいな。ケンちゃんありがとう。てか待って、そう私この味しか私もまだ。もっとさちょっと可愛いフィルター、すっぴんだからさフィルターで可愛くしようよ。違う、ちょっと元気だよね。すき焼き、そう牛肉。ミキヤくんありがとう。そうもうちょっとなんか可愛いさ、ビップなんだもん全部。何 DSLR って、アドラボーでやろう。アドラボー全部お金かかっちゃうんじゃない。速攻元気しよう。大好きな人がニューカワイタカタ。なんか今ちょっとお仕事、お役目連絡ちょっといいですか。はい、ちょっと今やってみました。ミキヤくんありがとう。ちょっと急に仕事が入っててウケ。ミャンさんありがとう。
え、新アバターマーメイド可愛いでしょ。ニコニコさんハートありがとう。ミキヤくんママもありがとう。本当？そう、ちょっとお役目のね、ちゃんとお返ししましたよ。もうこれでいっか。早い。え、ちょっとさ、タイマー、こういう感じでちょっとさ、写真撮ってさ、ツイートとかできるようにしようよ。マサさんありがとう。だる、やばい、本言葉が出ちゃった。口が悪いのが出ちゃった。ムービングさんありがとう。だるま、あ、そういう感じにしようよ。だるま、ニョッキンミルンさん、ハヤトさん、佐藤のんすけさんありがとう。だるまだったわ今のは。だるまだな、確実にだるまだったわ今の。ニョッキンミルンさん、だるまありがとう。ハヤトさん、だるまありがとう。佐藤のんすけ、だるまありがとう。佐藤すけかわいい、ありがとう。だるいマジで、でもだるま、まさか。可愛く写真撮りたいのになんか全然可愛くない。
みゃんこ先生、みきあこ、ありがとう。寝ないで。夜ご飯はいろいろ今日は香川県のものと、なんだろう、大分と鹿児島とちょっとあとはイタリア、あとはイタリアとあとスイスの感じで行くわ。みやんこ先生ありがとう、みきやくんもありがとう。だるまね、もうダメよね、だるまなんて言ったら。ドラキングさん、だるまありがとう。ミキヤくん、おー、ありがとう。このね、あの写真撮ってる。鹿児島黒豚、ブブー、え、大好きじゃん、超くつろいでんじゃん、すごいね。ブブーだね、さつま揚げ、ブブー、うん、ブブー、でもさつま揚げもいい。感じ。あ、言葉がでかい。もちろん任せて。ハヤトさん、三好さんありがとう。え？何のこと？じゃあやめよう、もう載せるの。急に心が変わるの早。え、美味しそう。うどん、西吉さんありがとう。それをやってるの自分で、順番が回ってくるんじゃない。スイス、スイッツァーランド。鹿児島は焼酎違う、ブブー、焼酎なの。西吉さん、隼人さんありがとう。まあ私は私服でやっていますし、制服を着るときになったらやろうかな。え、私の配信見ながら寿司いいんじゃない。まあやってくださいって多分あれが来るんじゃないかな。だから自分で勝手にするのは良くない気がする。いいやつもあるかもしれないけど、分かんない。バイバーイ。もう載せるのやめっぴ、写真も全部消しちゃおう。つぶちゃん共有するね。広島のお祭り行きますか。行かない。あるの、あれがある、恵比寿港と、とうかさんは前あったのか。
ペコチ優しい。スイスは何だろう、チーズフォンデュとか。いいねいいね、食べたい。チーズフォンデュいいね。しっかり食べたい。ヒントは、いやもう国を言ったからね。スースー寝てる。ユウさんありがとう。ミキアくんもありがとう。嘘。こんばんは皆さん。なんか SNS 活動したいけど。何ができるかな。いいや、気分を害されず私はしたいことをするから。気分を害されたとて私は私のしたいことをするのだ。いやでも、コバさんありがとう。バラアワワも、ユウキさんハートありがとう。コバさんアワワありがとう。クルーズ早っ。クルーズ来る、来るの。工藤リコ名前覚えた、嬉しい。覚えて。お餅タカチョさん、ロッピーリリリさんありがとう。エストさん200回見に来てくれてありがとう。こんちゃ、工藤リコと申します。ね、え、今日お誕生日です。お誕生日おめでとう。すごいいい日にお誕生日じゃん。シリコンバちゃんさんお誕生日おめでとう。良き一年にしてください。小顔タンさん可愛い、ありがとう。山丸さんシリコンバじゃん。高木さんありがとう。いいな。夏生まれ。初夏さん、夏はじめさんありがとう。夏生まれいいね。夏好きかな。山王さんありがとう。ハート。すごい
もう宿とかも取ってるの？本格的。ユキ、目が綺麗だと嬉しい。てか、あっという間だね。え？和田真彩さん。あ、スイスってチョコレートあんの？いいね。でもブブーブブーなのです。夏はじめさんありがとう、ふさんもありがとう、小顔たんさんもありがとう。時間が過ぎ去るのがあっという間。もうだって配信始めて2時間が経過しそう。じゃあ2時間ちょうどぴったしになったらやめようかな。何時何分とかかな。17分とかだったっけ。17分だね。じゃあとちょっとスイス、スイス、スイッツアーランドは豚肉。あーブブー。おもちさんありがとう。バラユリイカさんもありがとう。夜配信もする。深夜配信、土曜配信ね。土曜配信もします。これは一応夕方配信でした。あっという間。怖い。鈴木秀和さんありがとう。仕事の時間が早く過ぎた。ウケる。大丈夫。そんな感じでまあいいのか。そうだよ。いいのね。響ちゃんありがとう。ポテト24時間しようか。24時間配信しようか。鈴木秀和さんありがとう。ポテトノーポテト。すごい、みんなよくわかってる。ミキヤくんハートありがとう。ピロスケさんハートありがとう。みんないろんなスイスの料理とか知ってるの、すごい。鹿児島のお魚いいね。翔さん、ピロスケさんありがとう。リコの虜ってさ、そうなんよ。逆から読んでもリコの虜って思うじゃん。はやたんさん、はやたさん、みきやくん、しょうさん、ぴろすけさん、ありがとう。記憶力あるよ、あるよ。私めちゃめちゃ覚えてる。逆は氷？確かに。コリと？リコの、リコのコリ、リコのコリ、リコのと、リコのとのコリ、リコのトノコリ、トノコリって何？リコのトノコリ、小顔炭酸ありがとう。リコの残り、リコの残りになる。何残りって？残したんかな。ヤッホー。全然生徒会とかじゃなかったよ。コリのトノコリとのコリ、コリとのコリ、リ
このこのこのここしたんたん、それです、それです、それにしよう。お渡し会は予約制、当日でも行け、あ、予約制です。8月の頭とかに予約締め切りですね、うん、当日は多分ないと思われます。8月17、18、確かに残りはダメだね。確かに幸先悪い発言、みんなにかかってるぜ。そう、そうなの、お渡し会超楽しみ。8月17日が東京、8月18日が兵庫でありますよ。ぜひともお願いしたい。むずくないか、うーん、山丸さんかわいい。でもかき氷しか買ったんよね。ピロスケさんありがとう。雪帽子のトリコマジ私はそれてか氷や雪帽子写真集とか欲しい。ピロスケさんありがとう。クッキーコウバさんありがとう。バラ、あ、わー、さすがすぎる。マジでさすが、さすがです。写真集お渡し会の申し込み期限は8月4日日曜日22時、入金終了23時までです。だってぜひともよろしくお願いします。8月4日、ひびきちゃん、ピロスケさん、ありがとう。ありがとう。さすが、8月4日までだよ、みんな。ご機嫌取り、ヨーロッパ。リカちゃんに LINE する。
関谷くん、ハートありがとう。発売記念配信いつも通りしていけたらいいよね。ミキヤくん、トラッキーさんありがとう。居酒屋くんさん300回ありがとうございます。トラッキーさん、沸騰石さん、だるまありがとう。やんこー、 STU 好き。お、即レス。まあ私たちにはこれから、ん、私たちにはいろいろあるんだよ、みんなが知らないところで。時差で話してる。東京1068さんありがとう。悲しい。今ね、教えた。ちなみに私が頑張ってお仕事してた時にもう配信の終わるような時間が来てしまった。でもお腹すごい空いた、しっかり空いた。まあいいや、内部のことは、内部のことは何にも言えないから、私は何もできない。ヨシさんありがとう。バラ、ご飯食べよね。じゃあね、みんなありがとう。配信
夕方の配信見てくれてありがとう。ゲリラで始めたのに。梨畑さんありがとう。でもわかる、マジで美味しいし、美味しいよねこれ、めっちゃ好き。え、1日の3分の1のビタミンが取れるらしいよ。すごくない？晩ご飯は香川県のものと鹿児島県のものと大分のものとスイスのものとイタリア。じゃあね、来た途端終わって、え、嘘やん、さよなら。なんすごくない、ここに書いてる、ナイアシンを3分の1日分配合。寝てもいいよ夜配信。ごちそうやん、ウケる、ごちそうだよ、ごちそうじゃん。即攻撃、コンコンありがとう。即攻める。ふさんありがとう。やった。じゃあ皆さん、私の配信見てくれてありがとう。じゃあね、明日買うの？頑張って。これこれ飲んで元気出して。ハリーだるまありがとう、ありがとうございます。じゃあ39位から、はやとさんハートありがとう、エルさん、小顔タンさん、ゆりいかさん、りょっぴー、りりりさん、赤さん、くにちゃん、トリガーさん、かつりんさん、平成天狗さん、ソニチ、けんちゃん、東京1068さん、ポンコツさん、まりゅ、やままるさん、みきやくん、えびさま、のろすけさん、たやさん、ぼやっきーさん、みつさん、よっきみるんさん、きはさん、まいこるさん、そうさん、さん、とばちんさん、さ、佐藤のんすけさん、広島の山ちゃん、シリコンバちゃん、しばさん、さんぱちさん、おっととさん、そして本日の秋元先生枠は鈴木秀和先生です。ありがとうございます。まささん、スノーありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はコバさんでした。コバさんありがとうございます。第2位はトラッキーさんでした。トラッキーさんありがとうございます。そして第1位はハリーさんでした。ハリーさんありがとうございます。ありがとうございました。配信見てくれてありがとう。皆さん水分も取ろうね、しっかり。配信見てくれてありがとう。夕方配信、この夜までも頑張って過ごしてください。ミキヤくん、ハヤトさんありがとう。じゃあ皆さん今日も健やかに頑張ってください。仕事頑張って、お仕事まだまだ続くよって方は頑張ってください。ご飯食べます。じゃあ皆さん行きますよ、せーの、えいえいおー、えいえいおー、健やかに。なんか音程間違えた、おやすち、おやすちかと思ったけどまだおやすちじゃないもんなと思って、えいえいおー。じゃあね、また健やかに、またね。まあ、またちょっとメールでいろいろ教えたいことは教えます。じゃあね、はやとさんハートありがとう。じゃあね。